コメント返信です。質問です。おしゃれを楽しむために体型維持などの努力はされてますが、服とあまり関係なくてすみません、応援してます。いや、意外と全然してないですね。なんか変に運動したりっていうのもないんですけど、まあ、確実に言えることは飲みに全然行ってないです。自分人より飲みに行く回数とか外食がもうマジめちゃめちゃ少ないです。で、あと1日2食になってます大体で。飲みに行かないことによってで、なんかお酒のつまみだったりとか、飲み終わった後の2軒目挟んでのラーメンっていうのもないから、まずそこで不必要なカロリー摂取 してないのと、だって1日2食朝めっちゃ食べるんですよ。で、昼抜いて、昼はお腹空かないからね、朝めっちゃ食べるから。で、夕方食べるっていうスタンスですね。で、弁当作るんですけど、昼は食べずにその弁当を夕方に持ってくるスタイルで、晩は食べない。まあでも最近はでも朝晩生活かな。なんか家帰ってご飯作る時間がなんかすごいもったいない気がして、そのスタイルをやったけど、最近はね、ほんと直近になってまた朝晩スタイルになった。朝食って帰ってきてご飯食べるスタイル。だから米炊くのもめんどくさいからさ、朝に結構ご飯2合ぐらい炊いて、朝1合食べて1合冷蔵庫、晩はそのご飯をすぐ使ってチャーハンみたいな感じでっていう、なんか時短スタイルでやってる。具材もなんかキャベツと塩昆布、ごま油、卵焼きだったらもう結構すぐ済むんよ。ディビンめっちゃ美味しいけどやってみて。塩昆布、キャベツ、ごま油で、あと卵焼きのチャーハン、結構素朴な味しますねえ。でもなんかね、休みの日は朝からケーキとコーヒー食べる時もあれば、最近は揚げパンのあんこ餅も食べる時もあるし、結構最近食生活ちょっと乱れてるんですよ。ねえ、気をつけないとね。みんなもね。